皆さんこんにちは、佐藤ゆりあです。今日はじゃん、大人ミューズ5月号の付録をご紹介していきたいと思います。こんな感じのポーチが付録でした。私人生で初めてこの付録が欲しいと思って雑誌を買いました。今までは雑誌がすごい好きで付録がついていてレビューっていうのをやっていたと思うんですが、今回はもうまさに今こんなポーチが欲しかったっていう感じのポーチが付録についてきていたのでご紹介していきたいと思います。今回私はハワイ旅行があって、ちょっとこう大きめのトラベルセット的な、もう本当に丸々一式と、あと細かいものものを入れれる仕切りがしっかりしたポーチが欲しいなってちょうど思っていて、そんな時にこれをちょうど見つけたので購入してみたんですが、しっかり分けられているんですね。で、この部分も取り外しができるので、もしこのここの部分が欲しくない人は、ここの部分がいらないよっていう人はこれを取って、もっと大容量のものをこのまま収納もできたりするんですが、今回は私その機内でしっかりメイクしたいなっていうことで、ファンデーションルーはこのサンプルを入れているんですが、こういうのもこう袋に入れて、ここの小分けのポケットに入れておけばすごく使いやすいので、すっごく使いやすいポーチです。ジャーナルスタンダードとのコラボなんだけど、本当にこう付録っぽくない、チープ感がなく、あのシンプルなデザインなので、すごく使いやすいと思います。結構本当にね、私大人ミューズのインスタグラムフォローしてるんですが、そこでなんかこのポーチの活用法がたくさん載っていて、ネイル系一式を保存する用のポーチにしたりとか、もちろんそういう私みたいにこの使うコスメを入れる人もいれば、あの保存用のスキンケア意識をこれに入れといてメイクするときにこう持ってくるとか、なんかいろんなアイデアが載っていたので、そちらもぜひ参考にしてみてください。付録を目当てに購入したのはもちろんなんですが、私大人ミューズもともと大好きで、今月号も読み応えたっぷりだったので、すごく充実していると思います。でこの付録もついて雑誌の価格が920円になります。ということで、私は主に毎日メイクする用の持ち運びポーチとして今回は使おうと思います。普段はポーチそんなに持ち歩かないので、これは結構トラベル用として長く使いたいなと思います。はい、こんな感じで今回大人ミューズ5月号の付録のレビューでした。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。